それでは、本日の2試合目ゲームベストプレイヤー、見事26本のシュートを0点シャットアウト勝ちです。佐々木選手おめでとうございます。ありがとうございます。振り返ってどうでした？いやー序盤そうですね、接戦できつかったんですけど、プレイヤーたちが取るところで点数届けたんで、後々楽に、まあ、気持ち的に守りましたから。あのですね、もうキレッキレの動きなんですけど、久しぶりだっていう話なんですけど、どうなんですか？いや久しぶりですけど、ちょっと体重かったですねいやその割にはなかなかの、あのリバウンドの時の動きがすごい早かったですけどね。いやもう出た時のタイミングで次に動けるように対応策してるんで、まあ、そこは普段からの意識が生きたかなって思ってますね。相手のディフェンスがバッティング振りかぶった瞬間に前に出るスピードも速いなって、おっしゃる席でかなりみんなで褒めちぎってましたよ。そうですね、あれはもう僕の持ち味なんで。いやもう対応設備ね、佐々木選手がいてのチームだと思うんですけど、ぜひ最後抱負聞かせてください。そうですね、まずはチームの全員がみんな誰もが怪我をしないように今シーズン終わることが目標ですかね。ありがとうございます。本当に頑張ってください、応援してます。本日の2試合目ゲームベストプレイヤー、対応設備ゴールキーパー佐々木選手でした。おめでとうございます。